皆さん、こんこにちは。本日はエンターテインメントおよび政治ニュースのチャンネルとともに過去24時間のハイライトをいくつか見てみましょう2019年5月末食事後にラブホテルに入った稲井被告強制性交罪は性犯罪の中では最も重い罪。 執行猶予付きの判決。珍しいケースです。司法関係者が、そうコメントするのは、2014年のミスター東大コンテストでファイナリストに選ぶ財務官僚になりたいと公言していた時期もあり、上昇志向は相当なもの。逮捕された後も、東大卒の肩書きだけは欲しかったら、試験の時期に、ファミレスで勉強していました保身のためとはいえ、勉学に勤しむだけなら良いが、裁判に関しては、 いつも、余裕を見せる、被害者女性とは和解していて、執行猶予がつくはずだから問題ないと嘘吹いて、こっそり遊んでいましたね。前室、友人しかし、いない被告の立場は、一時は、持ち前のリュックスと東大生という肩書きを使って、一般女性を水商売や夜の仕事に圧線する、スカウト業に勤しんでいました。しかし現在は、それも首、無職で無収入のはずです。 スカウト業関係者、いない被告は有罪になったことで、東大からは除籍されたという。今後はどうするつもりなのだろうか。来年はまた別の大学の学生になっていますよと断言するのは別の友人だ。入学願書には出身高校の卒業証明書が必要ですが、彼の出身高校は刑事処分が確定するまでは、証明書の交付を保留にすると決めていたようです。 でも判決が出れば、来年の受験は可能ですよね。もともと勉強はできる方、有名次第あたりを狙うんじゃないでしょうか。日本一チャラい大生として帰り咲く前に、犯した罪を反省するのが先ではないだろうか。週刊フラッシュ2020年2月18日、日本一チャラい東大生 YouTuber として知られていた、稲井大輝被告26に下された判決についてだ。 稲井被告は2018年9月、新宿区内の自宅30代の女性に乱暴したとして、逮捕、起訴され、強制性交罪に問われていた。1月30日、黒いスーツと黒いネクタイ姿で後半に現れた稲井被告に対し、東京地裁は、懲役執行猶予5年の有罪判決を言い渡した。関連記事、ミスター東大暴行で逮捕、エレベーターに同乗した女性を、 実は、本誌は2019年5月21日、当時保釈中だった稲井被告を新宿、歌舞伎町で直撃していた。時刻は午後8時過ぎ、すらりとした美女と中睦まじクラーメンを食べる稲井被告を発見。やが、慣れた足取りでラブホテルに入っていった。約2時間後、マスク姿で出てきた稲井被告は、本誌の直撃に対して何を聞かれても、 すいません、すいませんのいって、隣の美女を置き去りにして、一人足早に立ち去ってしまった。一方、取り残された途方に暮れる美女をよく見ると、男の娘として、カリスマ的人気を誇る、ニューハーフセクシー女優の立花のセリナではないか。その場で確認すると、いない被告との関係については、ノーコメントです。との辺、強制性交罪で起訴された人間が、保釈中にラブホテルで、お楽しみとは、 いない被告の近況をよく知る友人は、